1988年にシンガポールに建設されたレプリカのチャペル。2001年に現在地である博物館の中庭へ移築された。1944年にオーストラリア人捕虜たちが建設したチャンギチャペル。後にオーストラリア、キャンベラのダントゥルーンに移設されている。チャンギ博物館は第二次世界大戦中のシンガポールの歴史についての展示を行っている。 博物館。日本軍占領機に捕虜としてチャンギ刑務所に収容された英連邦軍関係者の遺品などが収蔵、展示されている。1988年、シンガポール当局はチャンギ刑務所の隣接地にレプリカのチャペルと博物館を建設した。2001年にチャンギ刑務所が拡張された際に、このチャペルと博物館は 1km ほど離れた新たな場所に移転となり、 新施設は2001年2月15日に公式会館となった。ハリー・ストックデン軍曹の息子であるバーナード、ストックデンが当地に招かれ、かつて父が花で飾られた祭壇のために制作した十字架を新たなチャペルに設置した。父ハリー・ストックデンは戦時中に死去しており、息子にとっては自分のなすことが父と交わるほとんど唯一の機会であったということもあり。 バーナード・ストックデンは泣きながら十字架を設置したという。博物館の中庭に移設された現在のチャペルは当時の英連邦軍関係の退役軍人や遺族の巡礼地の一つとなっている。チャンギ博物館には元捕虜たちから寄贈された絵画、写真、死没類などをコレクションとしている。その中にはウィリアム・ハクスワースという元捕虜による絵画やスケッチ類のまとまったコレクションもあり、 日本軍占領機の収容者たちの日常生活について貴重な示さを与えるものとなっている。1986年、ハクスワースの妻は400点以上の絵画とスケッチをシンガポール国立文書館に寄贈していた。チャンギ博物館の収蔵品には、戦時に3年間以上もチャンギ刑務所に収容された数千人の女性や子供たちの一人であったメアリアンジェラ・ベートマンによる 水彩画もある。世界の平和博物館、チャンギ博物館。中国新聞。2014年4月8日閲覧。ニックメオ、シンガポールオーインターニー、エスアートオン賞。BBC。 http://news.bbc.co.uk スラッシュ2スラッシュハイスラッシュ asia-bac イフ ic スラッシュ5274472ドット stm ありがとうございます。